みなさん、こんにちは。こうスノーいいですね。素顔で。<laughs> 化粧いらないですね。最高。<laughs> ね。えっ、ー、とで、ね、いろいろ、本当にいろいろもう、日々ですね。いろいろなこと、本当にいろいろなこと、多岐にわって考えています。<laughs> 私は、あの、うおざなのでね。本当にあの、星占いで言うと、もう本当に。 やっぱりスピリチュアルとかがまあ好きですねうんそうまたねあの UFO とかはあんまりあの興味あんまりないんですけどたまさか今ちょっと見えちゃってて見えちゃっててうーん気になっちゃうんですよね <laughs> だけども精神性であるとかそういったものもずっとなんかずっと追求してきたなっていう感じがしてて えー、感じがしていますであのー、残念ながらこう土星がね一定座これ星らでは分かる人なら分かると思うんですけどホロスコープで読み解くと私、えー、一定座に土星があるんですけどもういろんなことにね興味を持ちすぎちゃうんですよ。あっちこっち飛んじゃってあ楽しいとかと思うともうずっとそうやってきたので <laughs> あの一つのことをじゃあ、えー、成し遂げて いいいなないっていう、ね、ことなんですけど <laughs> えそれでまあ楽しく、あのー、生きる方法みたいなのもいいかなみたいな感じで、えー、ちらっと言ってたじゅんじゅん先生の動画をよく見て、えー、今顔のおリンパとかそれからあのー。 えー、これあの猫背の話この前にしましたけど、えー、っと猫背本当にあの若いうちに絶対直した方がいいですあのものすごくきます <laughs> 本当に若い頃から言われてましたけどな、えー、んともなかったのでねへっちゃらだったんですけどやっぱりその積み重ねで、まあ、特に首とか、えー、そういうところがね いいけないですし、えー、とずっとその背中が丸,丸くなる方とじゃあ丸くならない方とっていうなんで違うんだろうって思ったんですけどそれって完全に意志力だなって私は丸くなり,たなりたくないって思えばならないしまあいいかなって丸,か丸くったっていいわって思えばあのもう気を抜けば誰でも丸くなれますしそれはもう本当に価値観ですよね。 うん無理して伸ばすことないと思えばあそうなるしっていうことが分かって、えー、きましたなので思ったようになる <laughs> 引き寄せじゃないですけど、えー、人生って本当に思った通りになるんじゃないかな、えー、と何人か身近な人が亡くなりましたけどもまた病院でもね死に立ち会うことが多かったですから思うんですけどえー、っと行きたい ってもっと生きたいって思う人は生きるしもういいかなーって思う人はまあ、その時なんですよね。うんんままああそんななこことをあれこれ思いいがらあー過ごしていますでえっとその「アップップ体操の」のその奇跡の70歳のジュンジュン先生貼り付けておきますので <laughs> ご興味のある方はそちらに飛んであのー、毎日努力していらっしゃいますので。あのー 絶対にこう参考になりますいろいろ、うん、ぜひご覧になってください貼り付いて,蹴っておきます、うん